ラグビーワールドカップ2019決勝は11月2日に神奈川県横浜市港北区の横浜国際総合競技場で行われた第9回目のラグビーワールドカップの決勝である。試合開始は日本時間午後6時。2003年大会以来2度目の優勝を目指すイングランドと2007年大会以来3度目の優勝を目指す南アフリカが決勝に進出。 両者の W 杯での対戦は2007年決勝以来となる。自国開催の前回大会でプールステージ敗退となり、前ラグビー日本代表ヘッドコーチエディジョーンズを招平したイングランドは、プール C でトンがアメリカ合衆国、アルゼンチンにいずれも4トライ以上のボーナスポイントを獲得して勝利し、最終戦を残して決勝トーナメントへの進出を決める。 プール戦最終戦となる予定だった、フランス戦は、東日本台風の影響により中止となり、プール C を首位で通過する。準々決勝ではオーストラリアに一時一点差にまで、詰め寄られるもペナルティキック3本と1トライを挙げて、逃げ切って勝利。準決勝では3連覇を目指すニュージーランドを、パワーで圧倒し、3大会ぶりに決勝に進出した。なお、 準決勝でウィリー・ハインツは怪我のため、決勝ではスクラムハーフのベン・スペンサーが追加招集された。南アフリカは初戦のニュージーランド戦に敗れるも、ナミビア・カナダ・イタリアにいずれも4トライ以上のボーナスポイントを獲得して3連勝し、準々決勝への進出を決める。準々決勝では前回大会で敗北を喫した日本をノートライで抑え込んで解消。 準決勝では、ウェールズとの激闘を最終盤のペナルティキックで突き放し、こちらも3大会ぶりの決勝進出を決めた。決勝には、ワールドラグビー会長ビル・ボーモンと、大会名誉総裁の秋篠宮文人親王、同妃、ノリコ、安倍晋三内閣総理大臣、ラグビーフットボールユニオンパトロンヘンリー王子、シリル・ラマポーザ南アフリカ共和国大統領が来場した。 試合終了後の閉会式を呼び、表彰式では、リーチマイケルとリッチー・マコーによって運ばれた、ウェブ・エリス・カップが、秋篠宮文人新郎から、シアコリシュキャプテンに授与された。その後、2023年大会につなぐハンドオーバーの、ビデオが公開された。日本では、地上波で、日本テレビが生中継を担当し、11月2日17時30分、20時31分に、 放送。解説は、大畑大輔と、斎藤優也、実況は、エビハラ・アキラアナ。平均視聴率は、関東地区が20.5%、関西地区は19.1%を記録した。また J スポーツ、NHKBS1 でも放送された。ありがとうございます。